まず検証系から行きたいと思うんですよね、せっかくだから。じゃあ、レジェンド下本、大丈夫ですか？ お願いします。声大丈夫ですか？バッチリです、今日は。高知の下本と申します。レジェンドです、この人。検証会の。いや、もう、略歴で22年間研修会やってて、で、私もトヨさんの動画で3年かかりましたけど、トヨさんの動画を3年見続けて、まあ、当時、150から200名ぐらいの組織預かってたんですけど、研修会で。それ全部、ひっくり返してやりました。それも全部偽本尊です。つまり、本当の功徳があるってことを、トヨさんがずっと教えてくれたんで、で、僕はもう意を決して、まあ、検証会のバチも見まくりました。で、本当に言われてた検証会の性格、先民意識が強いんで、やっぱり、こう、上から目線なんですよね。これ一般人に対してもそうなんです。だから、ビジネスパートナーさんも同じだと思います。また、でも、トヨさん言われた通り、服ないんで、もう、ね、その方向に行かれたらいいと思います。はい、ありがとうございます。